ウルトラマン怪獣伝説40年目の真実は2005年12月22日にジェネオンエンタテインメントより発売されたオリジナル DVD 作品テレビ版ウルトラマンの後日談であり全39話から場面をえりすぐって新つまみ部分を加え40年前を改装する物語となっている本作の世界観では初代ウルトラマンとゾフィー以外のウルトラ戦士は地球に 現れておらず、ウルトラセブンからウルトラマンメビウスまでの世界観とは、パラレルワールドの関係であり、空想特撮シリーズとしてのウルトラマンという形式の後日談となる。出演者は、ウルトラマンの主要俳優陣であるが、村松役の小林昭治はすでに死去していたため、登場しない。ナレーターは、石坂浩二が担当。映像特典は、 金子修介と石坂浩二によるウルトラ対談。ウルトラマンが地球を去ってから40年後の2006年夏、科学特捜隊のメンバーは自分たちへ届いた謎の招待状を通じ、久しぶりに集まった。40年前の懐かしい日々を思い返す一方、メンバーは招待状の送り主について疑問を持つ。家督隊日本支部は40年の間に組織改編が行われ、 地球防衛軍に吸収されている。そのため、今もなお防衛職についているものは、家督隊でなく、地球防衛軍で何らかの役職を持っている。ありがとうございます。